何？え？くそ、誰が死ぬ！ナルディン様！ありがとう、ラフタリア、フィーロ。だがこの怒りも苦しみも悲しみも受け入れて前に進まなきゃいけない。今日エスニナ、悪かったな、正義の味方面で邪魔をして。俺自身の意志で、俺自身のためにお前を。みたいなやつはな、どうせ最後はバカを見るんだよ。すぐに思い知るだろうぜ。これはホストさん、盾の勇者、そしてその従者たち。お、頼むぞ、若。だからやめろって、坊主！ナオフミ、これからどうするのです？火の波まで1ヶ月ちょっとか。それまでこっちでゆっくりしてけば。釣りにも行こうよ、みんなとやりたかったんだ。もう1分もない。お世話になりました。待ってよ、釣りは、祝勝会は。ナオフミのバカ、まだちゃんとお礼も言えてないのに。ありがとう、ナオフミ。俺、姿勢勇者としてこっちで頑張るよ。殺しに来るんじゃなきゃ歓迎するよ。バカ、そんなことするわけ。またな、キズナ。元の異世界に帰った後、俺は霊気討伐の褒章として女王から勲章の授与と子爵の爵位を得た。俺たちが不在の間、元康、蓮、五木が積極的に対処したとか。波のこと、別の異世界のこと、問題はどんどん増えていくばかりだ。仲間たちと一緒なら絶対にこの世界を守りきれる、そんな気もするんだ。